何してんの？なんとなくぼーっとしてた。ふーん、そっか。今日もいろいろ大変だったね。慣れないことばっかだしな。そうそう、でもすっげー大変だけど意外と毎日楽しいよ。見たことないものばっかでさ、まさかこんな状況になるとか、一緒に旅できるとか思ってなかったよ。そうだよな。俺だっていつ知り合ったんだっけ。高校だから5年。まあ知ったのはもっと前だけどな。あれ小学校か。え、なんで覚えてんの。あんなに見られてたら覚えるわ。うわ、あれはいろいろと理由がですね。なのに高校の入学式で初めましてとか言ってたな。あれすっげえ意を決して話しかけたんだって。なんか懐かしい。普通に声かけてこいよ。え、そうやって簡単に言うけどさ、ノクトにはきっと分かんないや。あの時俺ごめん、やっぱなんでもない。なんだよそれ、はっきり言えよ。うん、実は俺昔自分から全然話せなくてさ、その友達って呼べるような友達もいなくて、いつも一人だったし、自分には何の価値もないかもって思っちゃったりしてさ。お前が？らしくねえな。はあ、いつでも元気なムードメーカーだろ。そうだよね。俺がこんなこと言ってたらダメだよね。うん、変なこと言ってごめん。さてと、俺先に戻るよ。